じゃあ川松さん、はい、千代田区長選挙お疲れ様でございました。本当ねいや、まあ、お疲れ様というよりも結果的に自民党と公明党推薦候補は敗れてしまったので、まあ、これ敗れた背景にいっぱいいろんなことあるんですよ。いろんなことあるんだけど、もう負けは負けです。だこれをしっかりと東京の自民党なり自民党組織を受け止めないと、なんで負けたのかと、小池さんが応援した方が勝ったとか、あるいはその自民党と公明党の国会議員が銀座だなんだってキャバクラ行っただで負けたわけじゃなくて、やっぱ根本的に今のその有権者の皆さんだったり町場の皆さんの声を拾えたのかどうかなってことが大事なんだと思うんですよね、うん、でちょっと神田さん聞きたいことがあるんですけども、うん、僕ちょっと埼玉県出身で、うん、埼玉の戸田市でですね、うん、スーパークレイジーの市議会に当選したんですけども、うん、その人についてどう思うかっていうのをちょっと聞きたいと思います。いやこれは驚きでした。いや東京都知事選挙に去年出てて、いろんな街頭でやってるの見たんですね。私も都知事選挙の時は別に自民党を応援してる候補もいなかったんですけど、街中で見てて、あこういう人が都知事選挙出る時代だなと思ってたのが去年の7月でしょ。それが1月になったら、半年経ったら議員になっちゃう。おすごい時代だなと。しかもね、西本さんって名前だと思うんですけど、それがスーパークレイジー君って名前で登録をして、そのまま選挙に行って、スーパークレイジー君と書いた人がいっぱいいて市議会議員に当選するっていうのが、これは分かんないです。いろんな人たち意見言ってますよ。これふざけてんじゃないかとか、バカにしてんじゃないかってあるかもしれませんけど、少なくとも今の民主主義において、今の日本の選挙というルールの中において勝っちゃったことは間違いない。中身はいろいろあれど、勝っちゃったってことはやっぱ重く受け止めなきゃいけないと思いますよ。まあ、まだセカンドレジまだお若いですし、うん、34歳、そうですね、うん、今後、まあ、川松さんとしては、まあ、どう思うかっていうのもちょっと聞きたかったりするんですけど、そうですね、これも今の時代じゃなかったら当選しないタイプの方だったんじゃないかなと思うんですね。でかつて人時代前か二時代ぐらい前か、例えば昭和の時代であったら、例えばテレビにで報道をされるとか新聞に出るとかっていう人たちが圧倒的に強かったわけですよ。だから自民党とか、まあ、当時の社会党とか、もうこうやってバチ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 テレビの前でやってる人たちの政党の看板があって、じゃあそこで市議会議員選挙と何々選挙だっていう選挙だったと思います。もちろん市議会とか、まあ、東京の23区の区議会って地場のね、普段の活動の中で見える票もどんどん掘り起こしていかなきゃいけないんですけど、やっぱり政党の公認候補って出る場合にはそれなりの国政で皆さん知ってる党だから大きかった。でもじゃあ例えば今の時代にこのスーパークレイジー君がどうやって今回選挙やったかというと、まあ、知事選の時もそうですけど、かなり SNS 駆使してるんですよね。SNS を駆使して、まあ、戸田でスーパークレイジー君という人が出てるよっていうことを教えることができたと。これはこの今の時代だからこその選挙戦をやって彼が当選したということを考えると、彼の今までのやってきたこととか、このスーパークレイジー君がどうだったとしても、やはりこのマーケティングというかですね、ニーズを捉えるその力っていうのは評価しなきゃいけないし、既存の政党の人たち、まあ、特によくおじいちゃんとかが多いんだけど、こういう人たちもやっぱり、いや俺はネットなんて関係ないよなんて言ってる人いっぱいいるから、スマホ持ってない人たちもいっぱいいるけれども、やっぱ時代が変わっていく中で政治家もその時代の流れに、ね、乗っていかないと、結局今回現職の議員も落選したりしてるので、スーパークレイジー君はもしかしたらその面においてはクレイジーじゃなかったかもしれない、クレバーだったのかもしれないなと思うんですね、うん、まあ、僕も拝見させてもらったんですけども、うん、ネット上とかでやっぱり賛否両論、出るでしょうね。それは出るでしょう、うん、多分一つはふざけてんのかと、ふざけてんのかっていう意見はいっぱいあると思うんで、まあ、当選した以上その過去の経歴がどうだとか関係なく、やはりここから未来に向かって彼が何を打ち出していくかってところで証明しなきゃいけないですね。任期の4年間の中でしっかりとやっていかなきゃいけないし、特に今国会議員がいろんな、ね、自粛要請してる時に飲み歩いてて深夜まで飲んでたとかっていうのがニュースになってる中で、スーパークレイジー君が当選したということは何かを求めてるんだと。ふざけて投票した人ももしかしたらいるかもしれない。でもいるんだとすれば、他の人たちや現職の人たちは皆さんが政策だとか含めてアピールできてなかったと。
少なくともスーパークレイジックに入れた人たちがこれだけいるということは、その民意をどう答えていくかという意味では、あの面白いあの流れができるのかもしれないけれども、ただわからないのは、東京都知事選挙に去年出てて、今回戸田でしょ、しかもこれ東京都じゃないわけですよ、埼玉県の市議会議員選挙に出たということを考えると、ただまあ選挙に出て、選挙カーというのはあれ大きいんですよ、あの候補者というのはめちゃくちゃ強くて、公職選挙法に基づいて立候補者になると、だって車であのマイクバンバン使って自分の言いたいことを言えるわけでしょ、こんな権利はないので、それをただやりたかっただけなのかもしれないし、そうやって思っちゃうのも仕方ないね、そう思われても仕方ないので、彼が本気であの戸田の市政を変えていきたいんだとか、あるいは日本の社会を変えていきたいんだと思いで立候補したんだったら、まあ、過去はもういいと、当選したここから先にあの仕事ぶりがあればいいんじゃないかなと。だから今の時点ではさ、賛否両論あって当たり前ですよ。私だってテレ朝辞めて最初選挙出てきた時に、何ができんだってずっと言われましたもん。僕も最初無所属であの選挙出てるんで、うん、だけどもふざけんなクソと思ってやってきたん で、うん、で彼がその戸田の市議会に、まあ、当選しましたけども、うんうん、まあ、彼が当選したことによって、まあ、今後、まあ、新しい風が吹くかどうかっていうのも、あ、それはね、はい、吹く可能性が高いと思います。高いで、正直もうコロナになって今までの当たり前が当たり前じゃなくなったわけですよ。でさ、あの例えば戸田の市役所の職員もそうだし、まあ、東京では東京都庁の職員も国会の霞が関のメンバーも官僚ってみんな優秀なの、あの勉強して公務員試験受かってなってるから優秀なんだけど、過去問解くのが得意な人たちばっかりで、未来に向けた問題を解ける人たち少ないわけです。だからこんな混乱しちゃうわけでしょ、あの前例ばっかりにとらわれて、おかしいよって僕らが何度もその東京都庁でも国会でも、ね、あの霞が関にもいろんなことを言って前例を取っ払っていくって作業をすると、スーパークレイジックに前例ないから、で多分スーパークレイジックに入れた人たちもそういうの求めてないと思うんで、あのたまたまスーパークレイジックって見た目はねあんな感じだし、あの激しい感じだからこうとっぽいなとか賛否両論意見出るんですけど、彼みたいな新しい分野、今までは同じ村で生きてきた人たちが、例えば中学校も高校も大学も、まあ、それなりの後の社会人も似たような世界で生きてきた人たちが議員になってるんで、この外から入ってくる風がどんどん吹くと、ガラッとこの日本の景色変わるんじゃないかなと僕は思うんですね。だからスーパークレイジー君をバカにするのは誰でもできる、できるんだけど、でもスーパークレイジー君だからこそもしかしたら吹かせる風もあるかもしれないというふうに僕は思ってるんで、だから何度もこうやって YouTube やってる人だってあんまいないじゃないですか、議員でも。で言わなきゃダメよと常に思ってます。で、いろんなことを新しく頭の体操して次の展開次の展開って考えていくときに、いきなり最初にやる人って辛いんですよ。だって味方いないんだもんね。で僕みたいにこうちょっと一歩踏み出していろんなこと言ってる人たちって、何また川松がまた変なことやってるよって思われるんだけど、結果的に時代が後からついてくると信じてやってるので、まあ、スーパークレイジックと話したことないのでそういう思いでいるかどうかわからないけれども、彼みたいな人たちが、ちゃんと新しい分野からこう風を入れていくことによって日本の政治が変わっていくと、で政治が変わっていくと有権者の注目度も変わっていくので、結果として社会が変わっていくように僕は思いますね、うん、今後彼の動きもちょっと注目したいな。注目したいし、本当に別に僕は先輩面とかしてるんじゃなくて、やっぱ彼が本当に政治をやっていくんだったら、やっぱ彼の経歴から考えること、彼の経歴だから分かることとか、あるいは町場のこと、だって今さ国会議員がクラブ活動をしてね叩かれてるわけですよ。でそ夜8時以降に、いや分かんないよ、彼らもなんか調査してたって最初言ってたから調査してたのかもしれないですけど、8時以降に歩いてたらもう議員はもう一発アウトの時代だから。でも彼の経歴だったらアウトにならないでしょ。だから本当に街中で困ってる人たちがいるんだったら、その思い吸い上げてやっぱ発信すべきだと思うね。でそこでどういうふうに乗り越えていくかと。で飲食店だっていろんな飲食店あるから、そういうクラブだけじゃなくて、いろんな普通のバー店の皆さん方の悩みとかも発信していけるような貴重な存在になれば、また違った見方できるんじゃないかなと。だから僕が言いたい、とにかく政治家はこういう人だとかこういうもんだみたいな文化を変える意味では、スーパークレイジー君はある意味クレイジーがこの政治、今の日本の政治には大切なんじゃないかなと思う。こっから先はクレイジーじゃダメよって言いたいけどね、うん、すいません、また突然いやいや
させてしまいまして、ありがとうございます。なんでもないです。こんな感じでよろしいでしょうか。今日の質問答えさせていただきました。十分でございます。ありがとうございます。